で実業家起業家家起を一人ご紹介したいいと思いますす中澤英子さんですアメリカでですね、中澤さんはアメリカンドリームという概念を変えるということで選ばれた1000人のうちの1人なんですよ。だからアメリカの中で選ばれた日本人なんですよ、実は。<Okay. S 1> こんなすごい方はいいなと私は思ってるんですけど、中澤さん、どうぞ。 よろしししくお願いまますす中澤英子と申私は香港とシンガポールで育って日本の大学を卒業した後ソニーという、まあ、日本の会社に入社してそして新規事業とかマーケティングとかした後アメリカのビジネススクールに留学して韓国とか、えっと、アメリカにですね3年ずつ赴任した後ソニーを辞めて皆さん長いんですけどニューヨークで起業しましたであの今ディエレストというです、ね、働く親をサポートするシステムを福利厚生 という形で,です、ね、企業に提供すするアメリカの会社をやっていまデイレストの前のですね第1社目の会社の起業をしている時に息子を出産しましてでそこでこうまあ起業家って結構忙しいんですけどそこでもこうあの誰かにこう子育てを委託しなきゃいけない部分があってそこでこうあまりにも質の高い子育ての支援サービスがないっていうことにこう驚きましたでまあ私と同じようにですね働く親特に その時は、周りが女性がです、ね、あの安心して子育ての一部をこう預けられない、あのお願いできないこうっていう課題とかで、キャリアとか夢をちょっと止めているっていうような状況があるってことを目の当たりにして、まあ、それを変えたいなと思って、2社目の,その今の会社、DLS と起業しました。で、あの、ー e n ー・ e r of Work l i っていうあのデータから出てるデータによるとですね、アメリカのその女性の離職の理由にですね、育児いう。 っていいいう理由をこう挙げたた人が74%もいるみたいなんで、すねでこれは、えっと、日本だと32%なので、もっとアメリカの方が大きいんですけど、その理由としてもやっぱりアメリカのこの育児の,あの社会基盤っていうか、まあ、あのヘルスケアもちゃんと整っていない状況なので、こうチャイルドケアの部分もですね、こう結構サポートシステムが希薄になっていることが、まあ、お分かりいただけると思うんですけど、ディエレストはそういう,こう子育てのこう、なんでしょう。 子育ての支援をするサービスを提供することで出産前後の母親の負担をこう減らすということだけじゃなくてもちろん男性を含めた働く親全体にこうサポートするシステムを提供してその企業の中でいろいろな多様な働き方をこう支援したりとかあとジェンダーに関係なくそれぞれがこう自分らしく働ける環境を作ることを目指しています。こう実は昨年です、ね、14年ぶりに <laughs> えー、家庭の事情で日本に戻ってきて、その時に宮根さんに、はい、お会いしたんですけど、あのそうですね、リモートで今、ディレストを経営して、まあ、向こうにもちゃんとあの私よりちゃんとしてる人たちがいるので、やっていただきながら、あの日本でも新しいことを今、始めています。で、あの日本にはこうアメリカ以上にこう政府による子育て支援というのが多少あるんですね。あのな,なさそうに思えても全然 の保育園とかもちゃんとあの存在するので、でなのでこう米国よりもこう育児自体を理由にこう退職する実勢っていうのが意外にあの少ないっていうのが現状で、それ以上に圧倒的に多いこの。 会社から社会から離職率の理由がですね、まあ、マミトラックから出られないとか、やりがいがある仕事ができないとか、行き詰まりを感じているっていうデータが出てきています。でつまり、日本では育児サービスとかサポート以上にですね、企業の中のカルチャーとか、えっと、社会のマインドとか、ジェンダーバイアスとかですね、そういう課題の方がもっと大きく存在するのではないかと私は考えていて、でマインドセットっていうのはちょっと分かりづらいんですけど、例えばこうみんなが同じ考えを持つことをいいっていうふうに するのではなくて、例えば自分の尺度とか意見を持っている。 こととか、多様な価値観を受け入れるマインドセットにこうあのが必要になってきたりとかあとは新しいチャレンジとか異物とか、まあ、失敗とかいうものを悪いものと考えないでこう学びのチャンスだと捉えるような思考とかそういうことがこう日本を今後より多様で豊かにしていく、まあ、鍵になるんじゃないかなと個人的には思っていましてそういう理由でもやっぱり日本でこう自分にできることを考えた上でこのようなマインドセットをちょっとあの 教育という軸では軸なんですお金というツールを通じてこう身につけることができる、うん、の10代の教育と、まあ、フィンテックの会社っていうのを今、新しくチームを作って起業しています。で、まあ、同時にジェンダーギャップに本気に取り込んでいるこう経営者のあと社外のサポートとかいうことを仕事にしてやっています。で、先ほど宮島さんがおっしゃってたのは、私も大好きな RGB の人が言ってたんですけど、なんか あなんか本当の変化っていうのはこうとか形に残る変化っていうのは少しずつ実現していくものですほんなんかあの気づかない一歩一歩を実現していくものですっていうの彼女が残していてでも本当にそうだなと一夜でこうジェンダーギャップとか、ね、解消できないじゃないですかでもこう私たち一人一人がこう自分にできることを考えてこう前に進めていくことで本当の変化っていうものが起きると信じているので。あの そういうい形でやってます、はい、バリバリ日本でも起業してらっしゃるということで、この後も注目します。ありがとうございました。